名前は佐藤のぞみです。今年齢が21で今年22歳になります。大学4年生です。趣味は旅行に行くことです。最近はコロナになる前なんですけど、カナダに1ヶ月留学してました。英語喋れないですけど、1ヶ月間語学留学で行ってカナダの大学に1ヶ月通ってました。ホームステイで、でも同じクラスの友達と同じ家だったんで、なんかあんまりためにはならなかったかもしれないです。ほぼ日本語で会話して生活してました。そろそろ沸騰しとるかな。沸騰ってどこが沸騰？これまだ麺入れていきます。入れて茹でる。あっとんかな。3分かかります。好きな食べ物は結構何でも好き。結構何でも好きなんだけど、子供が好きなやつは好き。ハンバーグも好きだし、卵料理も結構好きかも。でもあんまケーキとかは好きじゃない。なんかお腹にこってりきちゃうから。あ、でも肉より魚派。焼肉も好きだけどお寿司の方が好き。でも焼き魚はあんまり好きじゃないかも。生魚が好き。刺身。嫌いな食べ物は豆腐めっちゃ嫌いです。でも卵豆腐は好きだし、湯葉も好きです。でも麻婆豆腐と冷ややっこが嫌いです。でも結構それ以外なんでも食べれる。あんま好き嫌いない。あ、いい感じ。あ、3分経った。まず火を切る。これを水を切ります。あっ、かな。いい感じ。すごい美味しそう。で、これを冷水で冷やし、よく水を切る。水を切る。水を切ってます。え、なんかさ、麺茹ですぎじゃない？それ飲みます。麺を入れます。え、すごい。スープをかけます。スープかけます。すごいいい感じ。もう一個かけます。みじん切りなんで、はい、なんかいい感じに絡めて。え、なんかさ、想像と違うんだけど、こんなスープにタプタプだったっけ？シチューかって違くなんだ。で、ハム、トッピング切ってあるやつで盛り付けます。よいしょ。これをこういい感じに。ハム好きだから全部乗せよう。センスない。あ、オクラ茹でようと思っとったのに。なんかオクラはね、トッピングしようと思ったのに。オクラはキュウリ切ります。なんかもうどうしよう。新鮮そうなキュウリを切りました。ダメだ。想像以上にうまくいかない。なんだか取り方見たら簡単そうだったんだな。そう、オクラも乗るんだよね。あ、もやしも乗るんか。グダックさん、オクラを茹でます。あ、ヘタ切った方がいいのか。後でいくか。もやし、もやしも入れます。もやしも茹でた方がいい。将来の夢はお嫁さんです。結婚することを夢見てます。でもちょっと料理もあんま得意じゃないし、それでも得意じゃないかも。私と結婚したメリットは、毎日楽しい気分にさせてあげます。でもなんか頑張り屋さんってよくない？できんけど料理を頑張る私が素敵だなって思う。結婚は何歳までにしたいかな。27までには結婚したいです。あと5年後には結婚したいな。あ、上がった。あっ、熱い。オクラつけた方がいいかな。なんか全体的にこんな具がいっぱいになると思ってなかったかもしれない。オクラも絶対オクラは切るのかな。熱いし、なんか熱い。戻す。はい。オクラ、あ、落ちた。あ、種が出てくる。よし、中華にオクラなんか入ってたっけ。切りました。オッケー。これを入れる。はい、できた。